どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日の動画はですね、最近ちょっと新しい企画としてやっております押さえづらいコードの徹底解説というシリーズがあります。皆さん出会ったことあるんじゃないですかね。このコードってどうやって押さえるのと、押さえづらいな私これ苦手というコードを、解説してるよということをちょっと最近深掘りしてるんですけど、再生リストを作ってます。ちょっと他の人どんなことに困ってるんだかなということをここにリンク貼っておくんで、再生リストでちょっと見てもらいたいんですけど、本日取り上げたいねちょっとテーマとしてはですね、よくこういうの見たことないですか。 G7 って書いてあって、下に1弦2、3、5のフレーズみたいなのよく出てくるんですよ、ガズレレでは。1個の例ですけど、こんな感じですみたいな。 G7 を押さえといて、1弦の2、2、3、5、これねめちゃくちゃ出てくる、このまあ黄金のパターンというかですね、こうフレーズをコードを弾きながらフレーズを弾くということなんですけど、この G7 を押さえながらの1弦2、3、5、このパターン苦手という声が、まあ、結構届いております。今日はこのことについてちょっとね、解説を深めていきたいと思うんですけど、今回はですね、ちょっとダイナミックなこともちょっとあります。ダイナミックっていうのはもうコードそのものを変えちゃうということを提案もしようと思うんですけど、一応2つの、なんつうの、フェーズに分けてお届けしたいと思います。まず1個のフェーズは G7 を基本にする考え方で、指の角度とかそういうことを研究する動画と、この後半のね、2つ目のね、やり方としては、このコードです。G というコードをもう使っちゃおうと。この G というコードはガズレレでは結構出てこないコードなんで、今日は後半ではこの G というコードを解説しながら、1弦2、3、5のフレーズに、つなげていくという、そういう解説にしたいと思います。はい。皆さん、今この動画もしかして初めて見る方もいるかもしれません。ウクレレってね、本来はめちゃくちゃ簡単で楽しくてあっという間にできる、もう本当に素晴らしい楽器なんですけど、今日の動画はちょっと難しいフレーズを解説してますけど、もうそれ以外は本当にびっくりするほど簡単です。誰でもすぐ弾けるようになっている、レッスン動画。ここにちょっとリング貼っときます。ここ見ていくだけで本当にウクレレ楽しく弾けたりできるんで、ぜひね、皆さんウクレレで音楽始めていってください。で、困ったらね、またここの再生リストに戻ってきて、深掘っていただければというふうに思います。じゃあ、解説していきましょう。まず、G7 を押さえて、1弦2、3、5のフレーズっていう、パターン見た、あったことある、ガズレレ YouTube でよく出てくるんですけど、いろんなパターンがあると思うんですけど、例えば、2、3、5というように、アルペジオみたいなので、こういうフレーズがあるという時もあるし、例えば早いのもある、ジャンジャンジャンという時もあるし、いろんなパターンがあります。とにかく G7 を押さえたまんま、 G7 ってこうですよね、わかるよね、これは G7 三角形を押さえたまんま1弦の2フレット3フレット、5フレット。こういう風に行くんですけど、はい。まずみんな困るのは、5フレットに届かないですっていう、こう、基本的な悩みですね。2フレットはいいでしょ。だってこれ G7 押さえてたら、1弦もともと2フレット押さえてんだから。で、3フレット押さえましたと。3フレット押さえ、小指でもいいよ。で、5まで届かないよっていう人がいます。これはね、各動画の中でもよく解説してるんですけど、2つキーポイントがあって、まず5フレット行きたいときに、この押さえてる、この薬指ありますよね。この指です、この指。この指を、離さないと5フレット届かないです。わかります？これを押さえたままだと届かないですよ。なぜかというと、この薬指が邪魔してんですよ。この小指を届くの。なんでこれを離してあげると5までプッと届く。これは可能性すごくありますんでね。まず G7 を押さえて、今度は、1弦の3フレットに行くときにもう薬指を離してくださいよ。これがポイントよ。そして、5フレットに行くんですけど、その時に、ちょっとこのね、指の角度見ててください。ここの2弦の1フレットを中心に、こう回転していくイメージがいいです。わかる？こういう風ですよ。はい。G7、まず1弦の2フレット、3フレット。3フレットの時にはもうこの薬指離してよ。2弦の、ここで離す。そして5フレットまでこう、回転すると届きます。これ物理学です。これちょっと見てて、指のね、この角度見てもらうとだけでもわかると思うんですけど、こういう風にすると届くんですよ。ほら。今大げさにやると、最初 G7 ってこうやって押さえてたの、こういう風に弾きたいわけよね。で、これ薬指を外して3フレットに行って、1弦の小指で5フレット。はい。最初はこう押さえてたものを3フレットに行って5フレット、こう、くるっと回転。これがまず G7 でこのフレーズを弾くときのキーポイントになるんですが、この曲で困る代表曲というのがですね、あいみょんさんの裸の心。毎回このフレーズが出てくるんですけど、こういうタイミングで出てきます。なんだんだん、1弦の2、3、5っ
ていう早いパターンの時困るんですよ。これ比較的ゆっくりの、例えばエリック・クラプトンのティアーズ・イン・ヘブンみたいなところで出てくるフレーズとしては、ゆっくりなフレーズだとこれ結構みんなできるんですよね。2、1弦の2、2、3、5。だけどあいみょんのさっきの裸の心みたいなパターンはだんだんだん2、3、5、結構忙しいです。こうこうこう一瞬にしてこうバンバンバンってやるんで、なかなかこれね、難易度は高いぞと。これスマップの曲でもいっぱいこれ出てくるのはあるんですけど、まあ早いのがねちょっと難しいということで、今回新たにですね、もう次のステップのテーマで、解説していきたいと思います。さっきも言ったけど、この G というコードを使ってやるとこれ逆に簡単なんです。なんで G というコードをガゼレレではあまり多用してないかというと、実はですね G の方がちょっと抑えるの初心者の人はちょっと難しいんですよね。で、G7 ってセブンスコードで7がついたコードっていうのは、ちょっとこのガゼレレ必須コードの中に入ってくる G7 の響きって、ウクレレにすごく合う、ちょっととろけたような、砕けたようなニュアンスが出るんで、ウクレレに非常にマッチする感じの響きなんですよ。なので、ガゼレレでは G7 すごい多用してるんですけど、今回この G をちょっと弾いてみましょうということで、たまにね、ガゼレレでももちろん G 出てくる時があるんですけど、ちょっとまずそれの解説からスタートします。まず G っていうのはどこ押さえるかというと、こことここですね。この絵だけ見るとさ、すげえ簡単そうに見えるでしょ。でもやってみたらわかる。押さえたら結構ねやりづらいですよ。はい、まずガズの押さえ方の基本は、人差し指を3弦の2フレット、中指を1弦の2フレット、薬指が2弦の3フレット、こんな風に押さえています。普段使いの時はね。なんですけど、これでもいいんですけど、もう一個押さえ方があって、こういうのもあります。はい、はい、人差し指で1弦と2弦の3弦の2フレットをビチッと押さえて、はい、2弦の3フレットをこういう風に立てる。はい、このスタイルも別に同じですからね。はい、押さえている場所はこことこことここです。こうでも押さえている場所でしょ。はい、フォームが違うだけで。ちなみにこの押さえる押さえ方はセーアとかバレエとかいうものの応用です。はい、親指でこう挟み込んで、こういう風にね、ネックを挟むわけですよ。こういう風に挟んで、この、いや、ちょいとこう立てるんですけど、このやり方はね、セーハとかバレーとか言うんですけど、ちょっと前に A シャープを解説した濃厚解説動画の中で、セーハとバレーっていうのを解説するので、ちょっとここのリンク先行ってみてください。セーハとかバレーって意味わかんないな、聞いたことないなという方、ここでね、こういう風にギュッと押さえて、1弦から4フレットまで全部押さえるのをセーハとかバレーとか言うんですけど、それの応用ですね。ちょっとその動画参考にしてみてくださいということなんですけど、はい。話は戻りますが、こうやって押さえて、こうやって押さえる。はい。この押さえ方がさっきやった1弦の2、3、5のフレーズの時にめっぽう役立つということでございます。ちょっとこれでやってみるとこうなります。いいですか。今 G をこうやって、今度は G だからね、 G を押さえてるでしょ。ちょっと見づらいんだけど、はい、次1弦の2フレットは今押さえてますよね、 G の時もね。はい、次2弦の3フレットは、はい、こうします。こうからこう、ここに入れる、あるいはこれ倒してもいいんですよ。ソル人はね、中指ソル人はこの1弦の2フレットをこうパタッと倒してもいいです。とにかく。はい。で、1弦の5フレット。そしたらですね、指が全然開かないんだよね、こっちは。こういう風に押さえといて、はい。まず1弦の2フレットは G を押さえてるときにもう1弦の2フレットを押さえてるからいいでしょ。その次3フレットは薬指でここを足すか、あるいは、中指をこう倒す。で、最後1弦の5フレットは小指で5フレット。これは簡単に押さえられます。ほら、こういう位置関係でしょ。人差し指に、2フレットに人差し指を置いたら、勝手に小指が5フレットにつくぐらい、ほら、ぴったりサイズなんで、2、3、5、こんな風に簡単に押さえられます。2、3、5、これでもいいですよ。2、3は薬指でも中指倒すでもいい。はい、5。で、これでやるとですね、結構慣れちゃうと、この G7 の2、3、5フレーズは、G の1弦2、3、5に置き換えちゃった方が、簡単な可能性大でございます。そうするとあいみょんみたいな裸の心の時もめっちゃ簡単です。やってみたら分かる、すぐいける、このぐらいフレーズ早く弾ける。なんでこれはね、早いスパンで早いタイミングで1弦の2、3、5の時の曲は G の方がすごい楽です。ちなみにですね、この押さえ方、もう一個の G の押さえ方あったね、ガズがよく押さえる、これでもね、別に難しくはないですよ。まあちょっと小指がやっぱり遠いかなって感じだから、まあできればこっちの正派バレーしといた方が5フレットは楽だなということです。今日はですね、これをお伝えしたかったわけです。G7 の1弦2、3、5
というフレーズなんですけど、 G7 にこだわるわけではなく、逆に235、一元の235のフレーズの時はこの G を使った方が逆に楽だぞと、普段は抑えにくいようなコードに思うかもしれないんですけど、フレーズが入った時には逆に G の方が簡単になってしまうということでした。はい、これ慣れちゃうとですね、もうほんとなんともないんで、ぜひこの G を使った一元235のフレーズ練習してですね、チャレンジしてみてください。今ちょっと思い出せるのは、曲としての候補はエリック・クラプトンの Tears in Heaven と、あいみょんの裸の心と、あとね、スマップさんの曲でも確かいろいろ、もうね、たくさんあります。このパターンの一元二三五っていうのは、皆さん、それぞれ取り組んでる曲でね、きっと出てきたことあると思うんですよ。なんで、これちょっとね、苦手だなと思ってた人、G を使って、ぜひとも練習してちょっと応用してやってみてください。これからも多分ガゼレレ YouTube チャンネルで一元の 235G、G7 を押さえたままっていうのよく出てくると思うんでね、思い出してください。その時今後撮る動画に関してはこの動画をね、ちょっとここにリンク貼るよみたいな感じで貼り付けておくと思うんですけど、はい。今回はそのちょっとご案内をしたかったということで、G7 の235のフレーズと G のコードの押さえ方解説という動画になりました。はい。そしてですね、この動画、いつもこのシリーズではそうなんですけど、困っている、押さえづらいコードがあるとか、このフレーズが押さえづらいよとかわからないという方、コメント欄にですね、ちょっと書いてもらうとですね、それをガズが見てですね、徹底解説するという流れになっておりますので、ガズレレ動画見て、なんか困ってるのか、コードとかフレーズが押さえづらい、やりづらいという方がもしあったらですね、コメント欄に書いていただければ嬉しいかなというふうに思います。はい、そういう感じで本日の動画はもうね、徹底解説動画のシリーズの中だったんですけど、いかがだったでしょうか。はい。まあこういう細かいところもあるんですけど、基本はやっぱ音楽、音を楽しむと書いて音楽ですからね。楽しい気持ち、心を乗せて歌う。これを第一設定にしといてくださいよ。はい。それでもね、やっぱりどうしてもここやりたいって時はあると思いますからね。はい。こんなことでちょっといろいろあっちからこっちから深めてまいりましょう。今日は見ていただいてありがとうございます。です。このガズレシピ、皆さんのスマホに入ってますか？これね、どんどん進化してるんですけど、これアプリなんですよ、ガズレレの。楽譜が見られるアプリなんですけど、この中でね、楽譜がね、いろんな楽譜が見られることになってるんですけど、一曲からでも、ワンブロックごとの、まあ、本みたいにセットで買うとすごい割安になったりします。で、今回この度ね、また40曲の新たなブロック、ボリューム7が追加になっております。ちょっとアプリもぜひ見てみてください。これめちゃくちゃわかりやすい、アプリになってまして、楽譜がですね、簡単版とかっこいいバージョンの2バージョン記載されていたり、メトロノーム機能だとか自動スクロール機能がついていたりとか、もう本当に新世代ですから、皆さんのスマホ、タブレットでめちゃくちゃ見やすい仕様になっております。そして、この、アプリで使用している楽譜がなんと、本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、この後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、このガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社リットミュージック社さんより、こういうね、楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり、ね、簡単でとにかくわかりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、Amazon とか楽天ブックスさんとかも、置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これついてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴もう50年以上の大ベテランが作って手作り物だとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあ、このガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね、予約注文とか受け付けて、またそれもね、YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、鍵盤楽器、ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもね、ガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。